パットナムはアメリカ合衆国コネチカット州ウィンダム郡北東部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口9584人だった。町内には AM ラジオ局は意味がある。パットナム町の中に国勢調査指定地域があり、以前は市として法人化されており、1895年からウィリマンティックと共にウィンダム郡の郡庁所在地になっていた。 1960年に、ウィンダム軍政府が廃止されて、軍庁所在地の位置づけがなくなり、市としては解体されて、国勢調査指定地域となった。オークヒル、1911年頃パットナムは当初、アスピーノックと呼ばれていた。当時は、キリングリーの一部であり1855年に、法人化されたニューイングランドの工場長だった。キリングリー、ポンフレット、 トンプソン各町の一部から作られ、アメリカ独立戦争時の将軍イズラエルパットナムにちなんで名付けられた。パットナム町は南北戦争の兵士に衣類やその他のものを提供する重要な役割を担った。多くの工場があり、列車が町内を走り生産される商品を運んだ。1955年8月19日、1週間の間に コネチカット州を襲った二つのハリケーンによって生じた、濁流による洪水で、破壊的な損傷を受けた。ハリケーンコニーは8月13日にコネチカット州に上陸し、州全体に4インチないし6インチの雨を降らせた。ハリケーンダイアンは8月18日から19日に14インチの雨を降らせた。その結果は、クイネボウ川など州内の多くの川で洪水となった。 そこから生まれた濁流で、家屋、企業、工場を破壊した。漂流したマグネシウムの樽が爆発し、夜を照らした。鉄道の路上は流された。20世紀の終わり近く、街は空になった工場やあまり使われていない、中心街の商業ビルを生かして、大規模なアンティックセンターを開発した。アンティック店がメインストリートや、その他の地域に並んだ。2006年、 家庭用ゲーム機プレイステーション3の発売を待って、地元、ウォルマートの外で徹夜していた集団にいた個人が、マスクをした強盗に二回銃で撃たれた。容疑者は拘束された。パットナムは、戦前のロシア人亡命者集団である、オールルシアンファシスト組織の作戦基地だった可能性がある。この集団は、アナスタシー・ボンシアツキーの下に、国のためにファシズムを提唱していた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町の全面積は20.4平方マイルであり、このうち陸地20.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.54%である。町内をクイネボーグ川が流れ、町の中心を通って南北に流れている。クイネボーグ川の支流である、ファイブマイル川が、イーストパットナムを南北に流れている。 パットナムの北は、トンプソン町との境が約6マイル。東は、ロードアイランド州との宗教が約2マイル。南は、キリングリートの町境約7マイル。西は、ポンフレットとウッドストックとの町境約4マイルがある。町内を週間高速道路395号線、アメリカ国道44号線、コネチカット州道12号線、道21号線、 171号線が通っているパットナム町役場の鐘、現在はロータリー公園にある以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。イズラエルパットナム学校、1907年頃。ありがとうございます。